寒い中ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日は総勢がですね47サークルの111名でございます。今までの最高なんですかね、非常に盛況でございます。誠にありがとうございました。そしてまたお忙しい中市長と市議の皆様方本当にありがとうございます。市議の皆様方は昨年の12月に当選なさいました、八千代台の西区と北区の皆様方でございます。今後とも一つよろしく。時間の関係で、ご挨拶の方は市長に、お任せをいたしましてお話をお願いしたいなと思っておりますがよろしくお願いします。それからですね今日はサプライズゲストが12時半頃にと思っております。ちょっとお楽しみにしていただければありがたいです。ちょっと遅れるかもしれません。それではまずご報告の方からでございますけれども、昨年のコミカン祭りで義援金を募集させていただきました。昨年は広島の土砂災害の義援金を募集をさせていただきました。掲示板にも載せておるんですけれども1万2206円が集まりました。今までの3年間は東日本大震災の方に、送らせていただいて積みまして、重ねてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。それでは次気になるところの話からさせていただきます。我々が今の日本の経済といいましょうか、見ますと株高で多少潤ってきたのかなと、こういう感じでございますけれども、インターネットによりますとどうも八千代市の財政があまり芳しくない、こういう話が載っておりまして、どうも全国のケツから2番目だと話があります。下手すると夕張の二の舞じゃねえかと、こういう、インターネットがどこまでほんまかですが載っておりましてね、これが本当ならば朝日テレビかなんかテレビでいろいろ揶揄されておりましたんで、笑い物になるのかなと、こういう思いでございます。この辺の審議のことは後でちょっと市長の方にご挨拶までをいただいてありがたいなと思っていますが、それとは逆にいい話の方はですね、また市長なんですけど、新年の広報八千代で市長の挨拶の中に八千代台で、東小学校が、開校されるのと、それから東学童保育所でございますかね、これが移転して開校するそうでございます。八千代台の方がだんだん老齢化になってきて、人口も増えないかなと思ってましたら子どもさんが非常に増えてるという話でございます。非常に喜ばしいなと、こういう感じで考えていた挨拶もあったんですけれども、先ほど会長の方からいろいろご質問等がございましたので、それを中心になるべく手短にお話ししたいと思います。財政状況についてのご質問がございましたけれども、下から2位云々というのは日本全体の実態の中でということではなくて、おそらくは関東地方の人口15万人以上、25万人未満の類似団体といいまして、大体産業構造が似通っている自治体がちょうど20市あるんですけれども、その20市の財政指標を、主な財政指標を
政指標を比較したときに、財政力指数という一つの指標は、まあ、真ん中よりちょっと上のランクだったんですけれども、まあ、それ以外の経常収支比率ですとか、まあ、積立金の残高ですとか、まあ、借金の大きさとか、まあ、そういったものに関する他の順位が、まあ、18位だったり19位だったり、まあ、20位だったりする、まあ、状態が、まあ、ここに3年続いているというのは確かに事実でございます。まあ、ただ昨年の4月には日本創生会議というところが20歳から39歳の女性の人口が今から20年後に、まあ、千葉県の中で最も減っていない自治体として、1位にランクされておりましたので、先ほど申しました財政力指数が、まあ、平均よりあるということと、その創生会議の推計による若い女性の人口が、まあ、千葉県の中で最も減らない自治体ということに位置づけられておりますことは、非常に明るい展望を有している自治体ということも間違いなく言えるところでございます。ただここ 2,3 年のやはり市政運営の舵取りをやはり誤ってしまいますと、入ってくる歳入も確かにそれなりに人口規模があって、人口が増えている自治体ですから、確かにかなりの税収が入ってくるんですけれども、それ以上に使う計画や契約などが、まあ、たくさんされてしまっていますと、年収は、まあ、たくさんあっても、まあ、買い物をしてみたり土地や車を買いすぎたりすれば、当然その方の生活が苦しくなってしまうのと同様に、個人の場合と同様にですね、自治体の場合にもやはり自分の収入を、まあ、ちょっと考えた支出に抑えていかないと大変厳しくなってしまうということも事実でございます。まあ、私が市長に就任した時が、まあ、そういう時にちょうど差し掛かってしまっていましたので、なかなか市民の皆様の願いを全て実現させるのが難しい時代、もちろん前の市長さんもあれもこれもの時代からあれかこれかの時代に入っているから、その取捨選択や優先順位を考えていかなければいけないんだよということは、まあ、前の市長さんもたびたびおっしゃっていました。まあ、それをさらにまたその度合いを強めていかないと、ここ3年ぐらいですね、女子の出演が確かに厳しいところがございます。まあ、今日は本当は新春のですね、明るい日を迎えるところで、そういうご質問がなければ本当違った話をする予定だったのでございますけれども、まあ、ご質問がございましたので、そういう話からちょっと始めさせていただきます。まあ、八千代地区、先ほど会長さんご紹介いただきましたように、東の方の小学校の新しい校舎が完成予定しているのと、学童保育所も敷地の中に新設される予定でございます。また八千代中学校の方もあと1年ほどで、新しい校舎が完成する予定となっておりますので、八千代市全体を見渡した時に古くなっている学校というのは確かにいっぱいありますので、八千代台という地区の中で、2つの学校が完全に建て替えになったということは、他の地区と比べるとですね、早めにこの校舎の建て替えをやっている地区ということは言えると思います。まあ、その他の取り組みにつきましては、なかなか金額のかかるものは少しずつしかできないところでございますので、それ以外のことではもう少し皆様方とゆっくりと意見交換しながら、巨大地域のさらなる発展についても姿勢として取り組んでまいりたいと考えております。ちょっと長くなってしまいましたので、巨大文化作連絡会さんのますますのご発展とご参加の皆様のご検証を願って私の挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。
やるよ、そうそう、よろしくお願いします。乾杯の最初の注意ですね。で、それぞれ役員の方、館長さん、うちの会長の方からもご挨拶ありましたように、昨年も目いっぱいやってきてですね、立派な公民館祭り、演技発表会というふうなことでやってきました。今年度もですね、それ以上に頑張ってやってまいりたいと、こう思っております。それでは野鳥台公民館のますますの発展と、本日ご来賓の皆さん、また役員の皆さんの方、そして本日ここに見られませんけれども、ご家族、サークルの方、全員の方のですね、健康第一、安全を祈願しまして、乾杯いきます。いいですか、乾杯。はい、ありがとうございます。いや、立派な乾杯。
最初にあって、確か次の週に、陶芸とか書道とか
そうしたものが働いていると思いますけれども、この4、5年連続して参らせていただいてまして、こういう作品ですとか、この演奏、演芸を拝見させていただいて、この年に何度かしかないんですけれども、感性を磨かせていただいているところであります。今日は黒川会長から国政の話を少しするようにというふうにおっしゃっていただいたんですけど、まあ、小難しい話を、まあ、年明けそうとやると皆様にもあれだと思いますので、とにかくこう見えてもまだ2年しか経ってないんですが、2期目の国会議員となりまして、もう新人議員ではありませんから、この八千代台の皆様をはじめ、しっかりと有権者の方々の思いというのを形にしていきたいと思っています。で、特にやっぱりこの八千代台の方もそうですし、この八千代市内の皆様と年末年始いろんな意見交換をさせていただいたときに、やっぱりまだまだ景気が悪い、生活が良くなったという実感が湧かないという声が大半で、この地域を支えている中小企業の方とか、あるいはこの八千代台の西や東の商店街の方ですとか、あるいは年金でお暮らしの方とか、もうこの景気を何とかしてくれというお声ばかりをいただきますので、ここはしっかりと汗をかいていきたいと思います。で、最後にですね、こう回っていると、今回政治の話をするつもりはないんですけども、選挙の結果を受けて、与党が勝ちすぎなんじゃないかと、今の政権が暴走してしまうんじゃないかという懸念を少なからずいただくんです。で、そうした中で私も与党の一員として申し上げれば、これだけの議席数を結果としていただいたというのは、次の審判を仰ぐまでに皆様お一人お一人が暮らしが本当に良くなったという実感、これを結果としてお示しすることができなければ、私たちは野党のせいにすることはもうできませんから、そういう結果に対して全面的に責任を負わなければいけないという、そういう厳しい認識と、また国会運営についても丁寧に、とにかく皆様方に分かりやすく説明できるように心がけていきたいと思います。最後になりますけれども、黒川会長をはじめ皆様方にとっていい一年となりますよ。そして私自身もこの皆様方から今日いただいた時間の中でいろんなご意見をいただいて、また感性も磨かせていただくとともに、国会に行ってこの地元の皆さんからいただいた声をしっかりと自分の考えに基づいて是々非々でしっかりと発言していきたいと思いますので、これからもご指導よろしくお願いいたします。本日はおめでとうございました。ありがとうございます。
優しさに今更流れ
Thank you.
それでは3文字目いきましょう。